ようこそ、僕の花嫁さん。お待ちしていましたよ。おや、随分と物うい顔をしていらっしゃいますね。ここに来るまでに車にでも酔いましたかそれとも、あなたを迎えに行った者が粗相でもしましたかもしそうなら、きつく急を据えてすぐに首をすげ替えますので。 遠慮なくおっしゃってください。使用人の代わりはいくらでもいますが、あなたの代わりは、どこにもいませんから。<laughs> それにしても、子供の頃よりずっと美しくなられましたね。<laughs> そうですよ。初対面のはずがないじゃありませんか。随分前になりますが。 僕は、あなたに会ったことがあるんです。やはり覚えてはおられませんでしたか。まあ、当然ですね。あの日は招待客が大勢いましたから、確か、桜の舞い散る頃の季節でしょうか。あなたのおじい様の古希の祝いに、僕も亡くなった父と一緒に招かれていたんです。いいえ。 僕の記憶力が大した白物でなくても、あなたのことは忘れたりはしませんよ。あの日、古希の祝いにと桜色のドレスを着てピアノを弾くあなたはとても可愛らしくて、僕は何度ももう一度あなたに会いたいとねだったのですよ。間もなく父が亡くなったので、あいにくそれは叶いませんでしたが。 大人になった今こうして、ようやく、あなたに会うという夢が叶った。<laughs> そんなところに棒立ちになっていないで、もう少し近くにいらっしゃいませんか近くで、あなたのお顔を拝見したい。さあ、おいで。<laughs> 僕の未来の花嫁さんは、 恥ずかしがり屋のようですね。では、僕が迎えに参りましょうか。お手をどうぞ。お姫様。あ、おやおや、僕の手を振り払うとは、ひどいことをなさいますね。そんなに、僕との結婚はご不満ですか まあ、確かに僕には、二階にあるあなたの部屋の窓から侵入して、さらって逃げるような、あの男のような、そやなたくましさなどはないですが。あなたは僕が、たかだか一階の庭師に劣る、というのですかこの僕がそんなはずはありませんよね。現に、 あなたを手に入れたのは、あの男ではなく、僕なのですから。僕の手を取りなさい。そうすれば、今回のことは忘れてあげましょう。僕が優しくしているうちに、言うことを聞いた方が身のためですよ。そう。今も座敷廊にいる、あの男のためにも。 ありがとうございます。では、とりあえず夕食にしましょうか。あの男と逃げている間は、満足な食事もしていないのでは今夜は、あなたのお好きなものを何でも用意させますよ。ああ、食欲がない、などと言ってはダメです。もし、もしもですが、あなたが絶食などで、看板に命を絶っていくおつもりでしたら、 あの庭師。そう、座敷牢にいるあの男が、あなたの代わりに命を落としてしまう。なんてことがあるかもしれません。もしもの話ですけれど。<laughs> もちろん、あなたが僕と楽しい食事をしてくれたら、そんなことは起こりません。無意味な殺生など、無駄なだけですからね。 では、夕食の前に着替えをしましょうか。僕はね、あなたがこの部屋に入ってきた時から、あの男が選んだ下品な服を一刻も早く脱がせたくてたまらなかったんです。あなたの部屋に案内しましょう。ああ、<laughs> ちょっと待ってください。その前に、証をいただいてもよろしいですか そう。証です。僕と結婚するという証明として、今ここで僕にキスしてもらえませんかあなたがもう僕を裏切らないという証として、他の誰とも交わしたことのない深いキスが欲しいのです。<laughs> 残念ですが、 あなたに拒否権はありません。僕の心を踏みにじったのですから。あなたも僕を好きになる努力をしてもらわないと。さあ、こちらを向いてください。あの男がどうなってもいい子です。あなたの髪は艶やかで。 とても指通りがいいですね。<laughs> そんな子供ましのキスじゃ、僕は満足しませんよ。さあ、もう一度。<laughs> もう一度。<laughs> 泣かせて。 しまいましたね。でも、謝りません。あなたが悪いのです。僕をこんな男にしたのは、あなたなのですから。ずっと前から、あなたが欲しくて欲しくてたまらなかったのに、あなたは僕の手からすり抜けてしまった。その時から、僕は少しずつ壊れていったんです。 さあ、ここがあなたの部屋です。眺めのいい部屋でしょうちで一番いい部屋です。不自由があったら言ってください。服でも宝飾品でも、どんな贅沢も、あなたの望みのままです。あなたの望みは、すべて叶えて差し上げましょう。ただし、 僕から自由になること以外は、ですけれどね。<laughs>